ベリシテ人、あるいはフィリスティア人とは、古代カナン南部の地中海沿岸地域周辺に入植した民族群である。アシュドド、アシュケロン、エクロン、ガザ、ガトの5つの自治都市に定着してゴシレン号を形成していた。古代イスラエルの主要な敵として知られ、聖書のシシキやサムエル記で頻繁に登場する。特にシシサムソンの物語や、 戦士ゴリアテと戦ったダビデの物語などが有名である。現在のヨーロッパ諸語では、ペリシテジンとは芸術や文学などに関心のない無趣味な人の比喩として使用される。また、パレスチナはペリシテジンの土地という意味である。ペリシテジンの起源を物語る資料は文献史学的には旧約聖書に見られ、また考古学によっても興味深い情報が得られている。 これらの情報から、ペリシテ人は、紀元前13世紀から紀元前12世紀にかけて、地中海東部地域に来襲した海の民と呼ばれる諸集団を構成した人々の一部であり、エーゲ海域とギリシャの未経年文明を担った人々に、起源を持つと考えられている。聖書の記述によれば、ペリシテ人は、アブラハムの時代にはすでに、カナンの地に定住していたとされるが、 この時代のペリシテジュに言及した文献は聖書を除いて他に存在しないため、その起源については諸説存在する。聖書の記述では彼らのルーツはハムの子ミツライムの子であるカフトルの子孫であるとされ、カフトル島から来たカフトル人と呼ばれている。さらに、これを裏付ける記述はエレミア書47章4節にも存在する。したがって、 ハムの子カナンを始祖とするカナン人とは異なる種族であったとされる。カフトルが実際にどの地域を指しているのかについても小説あるが、紀元前12世紀頃までにすでに鉄の生成技術を有していたことなどから、クレタ島、キプロス島、あるいはアナトリア地方の小島の一つであった、などの候補が挙げられている。今日ではクレタ島であるとの見解が示されることが多い。 また、ペリシテ人の築いた都市国家の王はセリンと呼ばれ、これはギリシャ都市国家のテュランロスと同一期限の語彙と考えられている。ペリシテ人の残した遺跡から出土するサイモンドキは紀元前12世紀初頭のミケーネ三四意識と同じ起源を持つと考えられている。またペリシテ人の築いた都市の都市計画はヘレニズムローマ都市を思わせる規則性を有している。 ありがとうございます。